1週間いろいろな種類のパスタを使ってみよう企画。今日はルオーテ、まあ単数形でルオータになるんですけど、これを使ってみました。でイタリア語でルオーテっていうのはシャリンのことです。実際シャリンの形をしています。これって小学校の時の給食に出たことがあると思うんですけど、皆さんどうでしょう。でイタリアでも食べたことないし、その小学校の給食以外で食べたことはないんですけど、なんかまず間違いなく出てたと思うんですよね、これ。で、なんか割といいイメージがあったんで、これを使ってみました。早速食べてみます。うん、美味しい。普段ズッキーニってあんまり使わない野菜なんですけど、まあこういう機会に使っておこうと思って今回使いました。で実際割と美味しいし、でレシピいろいろ探してたらズッキーニだけのやつが出てきたんですけど、ちょっとズッキーニだけだったらちょっと味が足りないかなと思ってパンチェッタを入れました。で実際パンチェッタを入れてコクが出てきたんで正解だと思います。パスタを茹で始めてからこのズッキーニとパンチェッタのソースを作り始めたんですけど、それで十分間に合うんで、すごい短時間だからパスタを茹でる時間で全部できることになるんで、美味しくて簡単で健康的なパスタと思うんで、ぜひ食べてみてください。チャオ。